社の読売新聞です。今から定例会見を始めさせていただきます。まず知事から今日の発表事項についてご説明をお願いいたします。はい、お手元の資料等でですね、まず最初にコメントをさせていただきます。まずこの資料につきましては、みんなで宮崎を元気にする行動プランの実践に向けてという資料が届いているかというふうに思っております。で、内容いろいろ書いてありますけど、2つの流れがあります。今新型コロナウイルス感染拡大防止に徹底をするわけでありますが、本日も金融機関とも意見交換をした状況の中で、地域経済への影響をこれをいかに食い止めていくか、地域の活性化を図っていくかという大きな課題があります。そしてもう一つの流れとしましては、これまで本県としてはさまざまな経済団体と一緒になりながら地産地消の取り組みというものを進めてまいりました。本県の経済というものをより力強いものにしていくために、県民協力をしてですね、地産地消に取り組んでいこう。この中で、おかげさまで地産地消に関してですね、県民の意識調査を行いますと、徐々にその認知が向上しているというような県民意識調査の結果もあるわけでありますが、さらにそれを高めていこうということで、キャッチフレーズの応募を行った、それを決定をしたというものがあります。この2つの流れをこの1つのペーパーに落とし込んでいるということで、まずご理解をいただければというふうに思っております。主な経緯のところに書いてありますが、経済10団体との意見交換、さらには生活衛生同業組合、そして昨日の金融機関、いろんな意見交換を行う中で、地域経済へ この新型コロナウイルス感染に伴うさまざまな影響、また打撃が生じているということであります。これをしっかり、資金繰り等で応援する中で、支えていこうという取り組みを進めておりますが、一方で需要喚起も非常に重要ではないかと、金融機関からも昨日ご指摘をいただいたところであります。3月13日の本部会議においても、みんなで宮崎を元気にする行動プランということで、今この感染拡大の防止の徹底を図る中でもできることがあるのではないかということで、考えを示しをしたところでありますが、そういった考え方に基づいて2のところにありますように、いろんな取り組みを進めております。肌いっぱいプロジェクトなどはですね、農水省なども提唱されて、本県としても牡蠣の生産地として、積極的に取り組んでいこうと。今こちら目の前の方にもですね、花が飾ってありますが、町内いろんな場所に花も飾ってある。また県職員としてもですね、積極的に花を買っていこうという取り組み、また経済団体への呼びかけなども行っておるところでありますし、花のみならずさまざまな農水産物の消費、等を進めていこうということでの、各一にありますようなメッセージを出したり、さらには本日大きく新聞広告などでも県民にアピールしているところでありますし、4にありますのは、県のディスコア宮崎のホームページの中でですね、さまざまな県産品の紹介を行っているというようなことを、そこにお手元の資料にも添付をしておりますが、そういったところで呼びかけをしておるところであります。また今日も町議県内の幹部の会議でもあったわけでありますが、県職員としてまず会より始めということでですね、この地産地消での応援消費、これを進めていこうというプロジェクトを頑張っていこうということを、確認をしたところであります。例えば県職員、教育とか警察部門を含めると、ざくっと例えば1万5000人ぐらいの所帯なわけでありますが、1人が1週間に1回、外食で、お昼を食べる、そして月に1回は、ディナーをというようなことをすればですね、約2億円ぐらいの効果があるということの試算などもしておったりします。もっと県内で宿泊をしよう、県民100万泊運動というのを取り組んでおりますが、そういったこと、それから、今出張しても泊まらずに帰るということもあるんですが、なるべくそういったところも泊まっていくだとかですね、我々としてもできることがあるだろう、それをいろんな経済団体、さらには県民にも広げていきたいということでの、取り組みをですね、これからさらに広げていきたいというふうな思いでございます。そして、この広い意味での地産地をもっとより効果的に進めていこうと、より県民の皆様にアピールしていこうという、先ほどもう一つの流れの中で、3にありますようにキャッチフレーズを決定をしたところであります。お手元に配布しておりますし、この目の前に掲示をしておりますが、採用したフレーズとしては地も宮ラブと
ということであります。まあ、地元の宮崎を愛すること、これが地産地消につながるという思いで、家族で考えていただいたということで、ここにありますような、宮崎市小松台の岡園幸四郎君、小学4年生の作品ということであります。最初地元宮のラブと言われて、なんだと思ったんですけど、まあ、説明されてみると確かに地産地消を短いワードで、呼びかける、しかも地元というところで何だろうと思わせる、ちょっとフックにもなるような、ワードに、キャッチフレーズになっているのかなという思いがしておりますが、明日ですね、表彰式も行って、感謝を申し上げたいというふうに思っております。そこに書いてありますように地産地消の県民会議というものがありまして、実は今月19日にその全体会議を予定しておりまして、そこまで表彰して発表する予定だったんですが、この新型コロナの感染防止ということで、その大きな全体会議を取りやめにしたということでのこの場での発表、そして明日の表彰式ということにつながったということであります。これまでそういう県民会議、さまざまな厚生団体と協力で進めてまいりましたが、まあ、こういうキャッチフレーズを新たに、まあ、決定をし、そして特にこの今の新型コロナのこういう状況の中でですね、さらにそれを強力に進めてまいりたいというふうに考えております。で、応募総数424件ということですが、これ昨年8月から11月にかけて募集をしていたものということであります。そうですね、まあ、本県では過去には高低期の経験を申したところでありますし、その直後には東日本大震災、その中で全国的な自粛ムードということ、これをなんとか回復をしていこうという、まあ、様々な県内における災害、また全国的な災害からですね、その自粛ムードであったり、景気の停滞ムードを打破していこうという取り組みを進めてきたところであります。今これ全国的、また世界的なですね、新型コロナウイルスの感染拡大、そのことによる、いわば人や物、本当に経済がピタッと止まりかねない、まあ、そういう非常に厳しい状況だという認識のもとに、今できることに集中していく、そしてこの地産地消がそもそもそういう狙いでありますけど、今だけのことをですね、考えているわけではなしに、将来に向けて足腰の強い地域経済を作っていくことにもつながるという思いでですね、取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。それから新型コロナウイルスの関係では、まあ、先ほどホーム会議を開催をしまして、学校等ですね、県立学校等における4月からの再開の方針などを決定をしたところであります。前回の本部会議におきましては、県内でのさまざまなイベント、さらには公共施設の等の取り扱いについてですね、今の感染状況を踏まえながら、まあ、きめ細かく対応していこうということであります。繰り返しになりますが、感染拡大防止、これは引き続き徹底をしていく、非常に緊張感を持ってやっていくべき、東京においてもですね、小池都知事のあのような呼びかけがなされている。そして都市部におけるクラスターが発生をし、そしてお隣の大分では、まあ、医療機関を中心にクラスターが発生をしている。まだまだオーバーシュートと言われるような爆発的な感染が生じかねない、非常に厳しい状況だということを踏まえて、引き続き県民の皆さんにはですね、感染の防止、そして感染拡大の防止にはご協力をいただきたいというふうに思っておりますが、その中でいかにこの地域経済、疲弊した地域経済を回していくのか、そして我々の生活を取り戻していくのか、そういうことをですね、まあ、本県としてはきめ細かく対応していこうということで、前回のイベント等の取り扱い、そして今回の県立学校の音、そしてこういう地産地消の呼びかけをしておるところであります。まあ、今本県では3例ですね、患者さんが確認をされ、大きく集団感染等に結びつくような状況ではありませんが、引き続き緊張感を持って対応していく中でですね、そういう経済を取り戻す取り組みというのをさらに県民の皆さんの理解を得ながら進めてまいりたいというふうに思っています。そしてこの文脈の中でもう一つですね、これは配布資料ないわけでありますが、県民の皆様に注意をいただきたいものとしてですね、新型ウイルスコロナウイルス感染症に関するのは不審電話などが今いくつか、県内で確認をされているということであります。不審な電話やメールですね、例えば、
これは県警のペーパーによるものでありますが、厚生労働省の補助機関の職員と名乗る方、もしくは新型コロナウイルス感染症の影響 です、ね、国から社員1人につき50万円が助成されるというような電話がかかってくるというような話、電話だったりメールというものが届いているということであります。マスクを販売するので希望する場合は返信するようにですね、大変これは警戒をすべきものであろうかというふうに思っております。こういった不審な電話やメールがあった場合はですね、ぜひ警察の方に連絡をいただければというふうに思っておりますし、まず個人情報は応じない、提供しないというようなことをですね、ぜひこういったものにも警戒を強めていただければというふうに思っているところであります。はい、私からは配布資料等に基づいて、また新型コロナウイルス対策等についての今の県としてのスタンスについてのご説明以上であります。では幹事社の方から今回の発表事項にありますキャッチフレーズについてなんですけれども、はい、今回説明されたこのキャッチフレーズについては知事としては今後どういうふうに活用されていきたいというお考えなんでしょうか。そうですね、地産地を広めていきましょう、ぜひ皆さんも実践をということで、さまざまな呼びかけ、先ほどのディスカバー宮崎のホームページを開設をしたいということでやってきたわけでありますが、改めてもっと広く県民の皆様に地産地消の意識を高めていただくための一つのキャッチフレーズとしてですね、活用していく、こういうポスターを作るというようなことも考えましょうし、県民会議のいろんな関係団体を通じて、いろいろ呼びかけをしていただく際にもですね、一つの合言葉のような形で地元に上がる、よく、他の県であったりいろんなところもなんとかなんとか県ラブだとかですね、呼びかけをされたりというのはいろんな自治体で行われるということは把握をしておりますが、宮崎としてもこういったものを合言葉により広くですね、その意識のさらなる浸透を図っていきたいと考えております。各社さん、発表事項についてご質問ある社はお願いいたします。じゃあ、はい、その地産地消というのは今までも知事もされていますが、従来からも取り組まれてきていると思うんですけれども、その中でその今回、何が違うといいますか、やっぱどういったところを強く強調していきたいのか、アピールも含めてもう一言になります。はい、地産地消を進めていくことが、地域経済の足腰をより強くしていく、将来に向けてもですね、より地域経済を活性化していくことになるだろうという思いのもとに今取り組みを進めてきたところでありますが、今特に我々の置かれている状況というものが新型コロナウイルスの感染拡大というような背景で、さまざまな地元の産品というものの売れ行きが落ちているというようなこと、さらには県民の自粛ムードが広がる中でですね、いろんな地域経済が影響を受けている状況があります。だからこそ改めて地産地消を心がけていただくことがですね、そういう新型コロナウイルスの感染に伴う地域経済への打撃というものを少しでもですね、回復に向けての底支えになるのではないかという思いのもとに、県民の皆さんにはご協力をいただきたいというふうに思っております。ありがとうございます。あと先ほど日本経みたいなのも試算もされていましたけど、はい、なんかこう、県としての目標っていうか、なんか何色ぐらいとか、なんかもしあれば教えてください。なかなか県全体としてそこの目標値を設定するというのは難しいんですが、一人一人の少しの心がけが積み重ねると大きいですよというのを、例えば県職員で試算しても先ほどのような、データが出たということであります。それをこの今後どのような形で呼びかけていくのか、さらに工夫はしていきたいというふうに思っております。こういうキャッチフレーズも一つの方法ですし、そういう具体的な数字であったり効果というものをですね、一人一人の例えば小さな取り組みであってもそれが寄せ集まるとすごく大きい効果になるんだというのは、いろんなアピールの仕方があるんだなというふうに思っています。工夫していきたいと思っています。この先で、先ほどおっしゃってますけど、やっぱり県民にもやっぱりこれが広がって始めているようなんですけども、県が始めますという部分を含めて、その県民にもぜひそうしてくださいというところがあるかということを合わせて、はい、県としては卒業をして、そういう応援消費の取り組みを展開をしていきたいというふうに思っておりますが、これはやはり107万県民が力を合わせてやることによってもっともっと大きな効果が望めるのではないかなというふうに思っております。この新型コロナウイルスの影響というものは少しかなり長引きそうだというような見込みですね。
世界各国における感染の状況を考えますと、長期戦になるのではないかという覚悟のもとに、しっかりでも地域経済を支えていく、回していく、そのためには、まずは自分たちでできることを県民に力を合わせて進めていきたいというふうに思っております。本当に少しだけでも毎日、日々心がけていただければ、それが大きな効果に結びつくということを、県民の皆様にはご理解をいただいた上で、協力をいただければと思います。ちょっと、まあはい、そもそものところで確認なんですけど、はい、その、まあ、東京ではこう外出リスクとか結構強いその自粛メッセージが出てるんですけど、まあ、要するにじゃあ私たちあれそもそも外出していいんでしたっけっていうし、その宮崎県においてはそもそも例えばその外出していいのかですとか、まあ、そう話ありましたけど、宮崎におけるその県民のなんか行動どう行動していいのかといいます か、 なんか そのあたりあったら教えてもらえます。はい、それが前回の対策本部でお示しをしたさまざまな公共施設の開始だったり、イベントの取り扱いといったところであります。我々は決して、以前北海道が緊急事態宣言だったですかね、それで週末における外出を、抑制をしてほしいだとか、今回の都知事の呼びかけである週末は、外出をできる限り抑制をしてほしいというような呼びかけがありましたけど、そのような状況ではない。今の宮崎はですね、これが万が一何かクラスターと呼ばれる集団感染が起こる、そして感染爆発に通じかねないような状況があれば大きく変わってくるわけでありますが、今のこの状態であれば我々は外出を抑制をするというようなことを考えているわけではありません。ただその集団感染を起こしかねない密閉した空間で大勢が密接に関わり合うような環境というのはぜひ避けていただきたい、そこは協力をいただければというふうに思っています。まあ、これ説明しだすとすごい長くなるんですけど、はい、最後にします、はい、ちょっと先週の方針も私の中ではちょっと意識がついていけなかったところがあるんですけど、はい、その今まで県としてはイベントをこう自粛、まあ、基本的に延期中止、まあ、自粛ムードがちょっと漂っていたと思うんですけど、その、月末内新年度からはイベントはやります、ただ感染は気をつけましょうというところで、その要するにフェーズがそれまでと変わっているのかそうじゃないのかっていうのがちょっとこう知事のお考えの中がどうなるかっていうのはちょっと外にはなかなか分かりにくかったんですけど、その要するに今までとそういう今足元の状況というのはフェーズが違うのかどうか、変わっているとしたらどういうことが変わっているのか、そのあたりもしあれば、はい、それはもう宮崎だけが独立している話ではありませんので、国全体の大きな方針というものを踏まえながら我々としても対応、そして感染状況を踏まえた対応を随時決定をしているということになります。今のこの先日のイベント等の扱いの見直しに関しましては、今月19日の専門家会議の状況分析を踏まえて感染状況に応じてきめ細かく、学校再開も含めて考えていくべきではないかというメッセージを受け止めて、本県における感染状況を踏まえてですね、7つの、ブロック分けをしましたが、その感染状況を踏まえて我々の、日常生活、さらには経済を、回復していこうということでの方針を決定したということになります。発表項目以外でも質問させていただきたいと思うんですけれども、はい、これまで感染者が確認された際に、市町村名まで当初出さなかった方もいらっしゃると思うんですけれども、で先日 の県の対応としてですね、今回感染者ご本人とその居住市町村の同意が得られた場合は市町村までできるだけ発表するということであるんですが、もしこれはそのどちらかの同意が得られなかった場合については、市町村は出ないというそういうことでよろしいでしょうか。やはりご本人の同意というのは重要だというふうに思っております。といいますのは、これまでの事例もそうでありましたが、ご本人からの聞き取りを行うことで、これまでの行動履歴でありますとか、場合によっては濃厚接触者がどれだけあるのかというのを見極める上ではですね、ご協力をいただく必要があるというふうに思っております。ただ前回、なかなか市町村名まですぐに発表できない事例に関して、ブロック単位での発表をやったことによって、その不安が広がりではないのではないかというようなご指摘もいただいたところであります。我々は十分そういうことも承知をしながらですね、働きかけを行ってきたところではありますが、ぜひとも、我々としては、
人が非常に動転をされていますという状況もわかるわけでありますが、そのご協力、ご理解を得る努力というものはですね、前回のそういうお示しをした方針に基づいて、さらにそこは進めていきたいと考えております。その点でいうと、感染者ご本人以外に居住市町村の同意という項目もあったんですけれども、こちらについてはどういったその、論理といいますか、理屈になるでしょうか。居住市町村の同意、先日いただいた発表資料ですと、なんか感染者ご本人と居住自治体の同意があれば発表する、感染症対策室でございます。居住地の自治体に対しては速やかにこちらから確認を取るようにしております。大方ご本人のご理解が示されれば市町村名まで公開してもよろしいという市町村が、ほぼ全てといっていいぐらいでございます。そういう状況でございます。我々としては足並みを揃えて、そこはですね、情報共有をしてやっていくということではないかと思います。ちょっと、一応細かいんですけれども、ほぼ全ての市町村ということで、いくつかは分からないんですけども、いくつかの市町村については、まだ同意いただけてない市町村があると先日も聞いてたものでして、もしそういうところが同意されなかった場合の発表のあり方についてはどうなのかと思いますと。はい。福祉保健部でございます。補足させていただきますと、現時点で、判断できないという市町村があったものでありまして、市町村名を公表いただかれると、患者さんの同意が得られたのに、市町村として市町村名を公表したくないという市町村はありませんでした。ただその発生したときに相談して、発表する方向でそのとき相談させてくださいというのがごく一部ありましたので、このような表現になっております。ありがとうございます。では各社さん、他に質問ありましたらよろしくお願いいたします。西日本新聞です。自民党の部会が和牛の購入に使える商品券の発行を検討しているという報道がありましたが、畜産券の知事としてはどのように受け止められますか。そうですね、非常に気持ちが分かるといいますか、そういうことが検討されている状況というのは、ひしひしその背景なり思いというのが伝わってくる、アイデアといいますか、だというふうに思っております。と言いますのは、今回花いっぱいプロジェクトで、これ花の方を先行しておりますが、特に牛肉ですね、さまざまな状況、この暖冬の影響もあったということもあろうかと思いますが、枝肉価格が非常に低迷をしている、また A4、A5 等のですね、そういう上位ランクのものがなかなか出ていない、さらには輸出ということも今、弱国民の状況というような中で、危機感、さまざまな懸念材料が生じてきたということであろうかと思います。本県農業生産額全国第5位の中で約6割近くが、和牛を含む畜産、非常にそういう意味で重要な部門であるということは間違いないというふうに考えております。ですからそこを大変厳しい状況の中でそこを支えていくというのは重要な課題だなというふうに受け止めております。わかりました。すいません、宮西です。これまで経済団体だったり、金融機関であったり、飲食業の方だったり、それも厳しく実際に問われていると思うんですけれども、で、国の方でも経済対策みたいな、これ、世帯に30万とかいろんな報道も出てきているところですが、県としての、このワイン消費が今できる交渉というところで広げていくというところだと思うんですが、県行政として、こういった対策が必要とか、こう見えてる、考えているようなことだったり、対策として、町内に指示しているようなことがあれば教えていただけますか。そうですね、資金繰り の融資の関係というのは、すでに手を打ったものも、金融機関もご協力いただきながら、いろんなメニューを用意をしているということがありますが、これはあくまでつなぎということになります。で、昨日も金融機関から指摘をいただいたように、需要喚起ですね、そこをいかにしていくかということで、これまでも本件としても、国の中でもアイデアが出ております商品券とか旅行券と
それは感染の一定の収束なり、ある程度見えた段階では打っていくということでありましょうし、今ご指摘がありましたような国においても様々なアイデア、まあ、和牛の商品券という話がありましたが、そういう国の動向を見据えて本県としてもそこに連動してやっていくということもありますし、まあ、様々な今団体の聞き取りを行う中で本県としても独自にいろいろ考えられるということをやっていこうと、その中で、今日も町議の中で指示をしたわけでありますが、やっぱり現場に出ていって様々な声なり今の実態を把握をする、そういう取り組みを県で進むことによって何が必要としてどういうことができるのかというのをですね、県独自としても考えて、まあ、実行していくことができるわけと思っております。今すぐに、こういうことがという具体的なものがあるわけではありませんが、国の対策を待っているということだけではなしですね、我々としてこの状況というものを宮崎なりの状況を把握をして今できることを考えていく、順次こう手を打っていくという取り組みをですね、進めていきたいというふうに指示をしています。ありがとうございます。先ほどその商品券とか、はい、いうところで、まあ、一定の収束だというところなんですけども、まあ、先ほど知事もおっしゃってましたけど、こうなんていうかこう長期化する様相がすごく出てきてるなと思うんですが、まあ、改めてっていうところで、そういう部分でも県としての取り組みでも随時迅速にやっていくっていう方針っていう。まあ、そうですね、いろんなスピード感を持ってそういった状況になったときにですね、経済を、まあ、再活性化させるためのいろんな取り組みを進めていく、そのスピード感というのは大事だというふうに思っております。ただこれまでも、まあ、特に公定期のときなどに本県が経験したもの、さらには直近で、まあ、隣県の熊本地震などでもあったいろんな対策というものはですね、全国的に経済がある程度たどもたれている中で、ある程度エリアが限られた被害というものをどういうふうに復興していくかというのが今あったわけですが、全国的な同じような影響が、しかも世界、まあ、インバウンドも含めてですね、世界の活力というものを失われている状況の中で、いかに、まあ、日本全体としても宮崎としてもその景気をなり経済を回復していくかというのは非常に難しい課題だなというふうに思っております。例えば旅行券などもですね、まあ、他の地域よりはその何割か安い旅行券を設定することによってその流れを作っていくというのがこの施策でありますけど、全国同じことをすればですね、まあ、旅行価格の相場が下がるということだけでありますから、じゃあその時にそういう状況の中で宮崎を選んでもらうための努力なりですね、が準備が今必要なんだろうなというふうに思っています。まあ、今アイデアの中では例えばの高速道路の無料化であったりから一定額にする、そのことによって人の流れを作り出していこうということがですね、いろいろこれから考えが進めるんだというふうに思いますが、それは全国的な取り組みであって、じゃあそれをいかにこう宮崎に来ていただくか、宮崎の元気に結びつけていくかというのは本当に我々の努力が求められるというふうに思います。はい、まあ、その時まで待ってっていうのはし、本当に今できることをやってこう準備をしていくですね、そういうことが必要だなというふうに思います。で、我々としては秋口に国分祭、芸分祭という文化の祭典が計画をされている、今のところ実施予定、だというふうに思っておりますが、まあ、これは比較的、その地域の経済にですね、活力をもたらす、まあ、起爆剤になるのではないかなという、まあ、期待をし、まあ、その時にまでは全国的な収束というのはぜひですね、進めていくことができるかというふうに期待をしておりますが、ちょっと細かいんですけど、はい、県職員による応援プロジェクトについてなんですけど、これ資料では指導しますから、これは今日をもって始まった取り返していいでしょうか。それからもう1点が2億円近い効果のちょっと算出の仕方をもう一度細かく伺っていいでしょうか。そうですね、13日にこの行動プランを提示をして、まあ、県職員な
内部には呼びかけをしたわけでありますが、さらに細かくどういったことができるんだろうかというのを、まあ、福知事中心にブレインストーミングをしてもらってですね、先ほど言ったような試算なども行って、そういったものを持ってさらにこの県職員に呼びかけをしたということであります。ではその試算については、総合政策課でございます。先ほど の知事の方からございました外食した場合の経済効果でございますけれども、期間としましては1月ということで考えております。考え方としましては、ランチで1回あたり800円のランチを月に4回で、職員数が先ほど申し上げましたとおり1万5000円、これに、まあ、ご家族あるいは知人ということでお二人参加された場合、まあ、9600万円で、ディナーを同様に月1回3000円、ということで1万5000人のご職員に参加者2人ということで同じ9000万円、これ足すと約1億9000万円ということになりますので、まあ、先ほどの2億円というようなことになろうかと。まあ、そういったような試算をしてみることによって、一人一人にとってみれば、お昼ご飯を週1回とかいうようなことですね、まあ、小さいといいますか、一つの一歩を踏み出すということですから、それを確かめると、それなりの数字になるのではないかということですし。これは県職員だけにとどめるわけではなしに、実は行動プランを発表したあの後にですね、2人の知事手配、手分けをしてもらって、26市町村長に、呼びかけもしてもらっております。今、それぞれの市町村においても、地元産品をいろいろ使っていこうということで、いろんな弁当を買ったりというような取り組みをですね、すでに進められておりますので、それぞれの市町村もやはりそういうことは大事だねということをですね、確認をしたところでありますが、それからいろんな経済10団体も含めてそれぞれにこう理解を広げていくことで、またさらにその効果というものを大きくならしめる、そういう余地はあるんではないかなというふうに思っております。はい、続けて読み締めです。桜が開花しまして、これから花見シーズンが本格化していきますけれども、県として花見に対する、スタンスを改めてお伺いしたいのと、今後その花見を楽しみにされていらっしゃる県民の方とかがいると思うんですけど、そういった方に対して、中小国家があれば、改めてコメントをお願いできますか。そうですね、花見のシーズンにさまざまな形でその花をめでて、それが経済効果にもつながるというのは非常に重要だというふうに思っております。今その新型コロナウイルスの感染拡大防止で心がけることは3つの密というふうに今国の方で言っておりますけど、密閉した空間で密集して密接をしたような、そういうような集団感染を生じかねないような形での花見、大勢でですね、大規模での花見というものは少し自粛をしていただく必要があるかというふうに思っておりますが、少人数でやる、そして感染防止を徹底していただく中で、花をめでる、そしてそこで飲食をする、それが地産地消なり経済効果にもつながるということで、そこは大事なことであろうかというふうに思っております。なかなか推奨まではいかないかもしれないですけど、検査としては例年通り楽しんでくださいなのか、感染拡大防止を徹底する上で、先ほどいろんなイベントにしても公共施設をオープンしても、それからいろんな外出制限云々というご指摘もありましたけど、感染一人一人はかからない、そしてうつさないというところを徹底していただいた上で、可能な限り通常の活動を行っていただくというものが今の宮崎においてはですね、大事なことではないかというふうに考えております。ありがとうございます。細かい質問ですけど、地産地消の関係で、宮崎はそもそもこう食堂がない結構珍しい県庁だと思うんですけど、ランチでそもそもこう職員の方にこう近隣の外食市を呼びかけるとか、なんかもっとシンプルな呼びかけとかにしないものなんでしょうか。ですから今回これによって呼びかけをしたということになりますね。週1回は外でランチをするとかですね、
まあ、ただその言い方によってはなんか義務か押し付けかというふうになってもいきませんけど、あの一人一人がそういう心がけることによってですね、効果が大きいんだよということを、まあ、県職員も自覚をつける中で、しっかり、まあ、昨日も外で出ましたし、まあ、今日もしたまたま送別会の類で、外に出ますけど、まあ、県職員も外に出て、まあ、今あの弁当を、ね、注文してとか、まあ、持って来られる方も多いというふうに思いますが、まあ、週1回でも少しこう切り替わることによってまた変わってくるのかなというふうに思いました。ちょっとお考えを聞きたいんですが、はい、今日学校が4月1日から再開、はい、あのイベント自粛会議で、だからこうぬるぬるとこう再開が続いているんですけど、その知事の考えの中では4月からは何て言うんでしょう、元通りの生活ではないんですけども、その生活を少しこう何だろう、戻していくっていうんでしょう、なんかそういうお考えとか終わりなものなんでしょうか。あの先ほど来繰り返していることに変わりませんが、その感染防止拡大防止を徹底をする中で、今の状況を踏まえた上で可能な限り県民生活、それから経済というものを回復をしていく状況というものをそれぞれに判断をしているということであります。これが万が一発生をし、次なる事例が発生をし、集団感染ということになると、次のまたフェーズになってくる、次の判断をしなければいけないということになりますけど、今のこの状況を前提をすると、はい、感染拡大防止を徹底する中で、可能な限り、通常の生活を取り戻していくというところをですね、まあ、呼びかけをしていきたいと思います。ただ専門家が警戒しておりますのは、先日あの19日の県会専門家会議の意見を踏まえて、自粛ムードが緩むのではないかと、その感染拡大防止というあの基本的な部分がですね、そこは警戒をすべきことだというふうに思っております。ちょっと私が最後にします。あのちょっと要望なんですけど、はい、あの先週末あの5時からあの大臣本会議が開かれたと思います。テレビ局的に言うと夕方の5時のニュースがあって、結構タイトな時間になるので、あの発生しましたとかそういう緊急のものはいいんですけど、特定の判断でできるものは、まあ、例えば4時とかもう少し大切にしてもらえると ありがたいです。それだけちょっと要望させていただきます。はい、あのまあ、効果的にいかに県民の皆さんにお伝えをするかというところで一つの考慮すべき事項かなというふうに思います。はい、しっかりそれを受け止めてですね、取り組んでいきたいと思います。まあぜひ、まあ、我々としてもそういう、心がけをしたいと思いますので、いろんな情報発信にはぜひご理解とご協力を、ね、いただければと思います。要望ですか。あ、はい、はいはいはい、新型コロナに関連してなんですけれども、はい、あの和歌山県の PCR 検査を大阪府がやったり、あの大分県の PCR 検査を、まあ、福岡県が受け負ったりとかしていまして、まあ、PCR 検査の、まあ、都道府県を超えた、まあ、連携であるとか、まあ、情報共有とかも進んでいると思うんですけれども、今後の知事としては、あの他の、まあ、九州の自治体を含めて、あの、まあ、どのようなスタンスで協力をしていかれるようなお考えでしょうか。はい、あの今日本会議で報告があり、確認をしたんですが、今、大分がかなりあのクラスターの発生もしているという状況の中で、これまであの福岡と県の連携もあったようでありますが、本県にも協力要請が来ております。場合によっては、あの本県でも一部そこをですね、担うということでも、まあ、九州全体の連携、もしくは隣県との連携というのを今、体制としてはできているところであります。で、本県も先日までは24件でありましたが、今96件まで、その能力を強化をいたしておりますので、その中でできる限りの協力をしていくということで考えております。質問内容なので、これで終わらせていただきます。最後一つお願いします。はい、はい、年度最後になりますので、この令和7年度もご協力いただきまして、感謝を申し上げます。で、年度最後の町議が今日ありまして、そこでも確認をしたんですが、やはり今年初めに我々がこの令和2年というものをですね、まあ、スポーツや文化で元気を出していく、東京オリンピック・パラリンピック、さらには国分祭、芸分祭、そんなイメージで考えておりましたが、特に今、新型コロナ感染対策ということで、随分状況が変わってきた、しかもオリンピック・パラリンピックも延期ということで、状況が変わってきたところであります。まあ、そこに対してですね、機敏に必要な対応を図っていくということは大事だというふうに思います。
りますし、ただ一方で人口減少対策も含めた持続可能な宮崎を作るための土台作りということで我々が取り組んでいるいろんな取り組みをですね、そういう状況の中で粛々と進めていくことが大事だというふうに思っております。ただこの年の初めと今とでは本当にこの 2、3ヶ月ですね、ずいぶん状況が変わったという認識のもとに、その中でも随時ですね、状況